この下りで道間違えたらえらいことだからな。あれもう下り終わったかな。さっき何メートルでしたっけ？どこ？350ぐらいから280まで降りてきましたね。この先は小ぶりかな。そうですね。10時か、まだちょっと早いな。そうですね、やっぱりさすがに早かったか、あの昼の時刻。でもそれより先には売店みたいなものあんまないですよね。あの川坂峠のところに、あのなんだ、出張コーヒーショップが出てるらしい。あそこお茶屋さんがなくなった後になんかあるんですか。そう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 。あそこの販売者が来てるときの情報がブログによるといくつか今日来てるかどうか知らない。まあでもどうだろう、皆さん朝ごはんがそんなに直近じゃなければ、うん、そうですね。ベラビスタだったかな、私前あそこのスパゲティ焼いたことあります。はいはい、小栗の先の本当あれ最後ですかね。うん、さだみのお茶屋さんですよね。はい、なんかゆるキャラシールとか最近見つけた。え、さだみのゆるキャラなんですか。はい、なんかね、どうやらあのなんつったよ、あの峠を車に行くクラスターの人たちの間のキャラらしいです。ああ、さだみねなんとかちゃん、擬人化か、擬人化か、シオンちゃんだろうな。シオン、わかんない、実は今こんなやつ峠擬人化か。じゃああれですね、最初急に登って緩くなったりするとツンデレですね。そういうやつの方が最終的な疲れは少なかったりしますよね。うん、峠の性格的に。最後上がっていく方がよっぽどきつい。今日も疲れないように行くなら、まあ逆からの方がずっと楽なんですよね。うん、そうですね。いきなり上がっちゃった後、思い出したりとか。今日峠確かこれ全部で11個ぐらい行くんでしたっけ。11個か、前確か来た時そんぐらい。前グリーンダー走った時はそうだったんですよ。僕のクラブ入れなかったんですけど、なんとか展望台ってありますよね、これ。あ、関八州なんとかとかいうやつ。そうそうそう、あそこ行きたいんですよ。いつもすぐなんですよ。なんか登り口があるんですけど、結構近くまで自転車で行けます。そうそうそう。あ、そうなんだ。前私あの気づかずに一番下に自転車置いて行ったら、途中まだ道合流してるとこがあって。あ、そう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 、展望台こっちこっちって書いてあるんだけど、あれ登山道なんですよね。ええ、あれ関安とか読むんじゃないですか。関、関八州なんですかね。いや知らないですけど。もう昨日まで狩場坂峠って言うんですから。あ、狩場坂ですね。峠だ。結構見づらいですよね、ここのやつ。あと、ケヘニヨシと書いてブナ峠がなぜか出ないっていう。あ、出ない出ない。常用外っていうのかな、あれは。常用外以上に入ってないですよね。うん、私の名字が入ってないように。吉川の吉の字の吉野家の吉は入ってないです。あれ、ユニコードにあったかな。ユニコードある。でしたっけ。こだわってないんですけど、吉野家のホームページが全部、ええ、吉野家なんてその画像なんですよね。ああ、ちょっと前まで、今どうだったか。今もしかしたら吉野家、吉野家かもしれない。めんどくさいでしょうね、あれ。今も多分 UTF8 なんで、あの普通に受けんのかな。ああ。
あ、そうだ、この花、この花、これなんていうんですか、ボケでしたっけ。あの針みたいな細い花がいっぱいついてて、あ、はいはいはい、根元が白くて先が赤いやつ。なんか聞いたことある花の名前ではあるんですよ。ただそれがどれだったか。名前は確かにそれっぽくは感じました。今感想。コブシがあの白いティッシュみたいなやつで、はいはい、なんだっけなあれ。おお。え、アクツ乗りかですか。アクツ乗りか。ああ。あれ担いで歩いたの。さ、数百メートルありますよねあれ。嫌で嫌で。何年ぶりだよこれ。あれは町並み嫌だな。そうなんですよね。大学があそこにあったのでちょっと懐かしい。あれは乗り換えというか輪行的には乗り換えにはならないですねほとんど。乗り換えらんないんで、カプギとか出てる。なんか折りたたみのやつみたいにコロついてたらいいんですけどね、輪行状態で。ついてないですよ、折りたたみですけど、コロなんで。あるいは BD-1 とブロンプトンあたりですかね。そうですね。ブロンプトンが純正か。いろんなところが力を入れてくれるのか分かんないけど、うん、いろんな部品出てるんですよね。羨ましい。なんかあれ仕組み的にそんな強くなさそうに見えるんですけどね。シートポストを動かすんで毎回ポジションが変わるんで嫌です。へぇ通り方も。あとはこんなもんで入れてると思ったら来たらいい。あ、そのその流れZ さん、あれは練習なのか、あの方が楽なのか。なんか言ってたな。なんか言ってたな。うわ、これで尾根か。電信柱。おう。これで左ですね。クッと。あ、しまった。ゴミが見当たらなかった。別のとこでなんか拾うか。抜け道見つけた。結構のどかく、気温高くないのに。ただ湿度高いんで、今日は結構気をつけた方がいいパターンですよ。今のは焦げですか。今ガーミンエッジのオートボットっていうボットがあるんですよ。ツイッターで、この男とか定期的につぶやいて、なんか話しかけると、ええ、この音でピーって返事が返ってくる。それなんか昨日あのブログか、ブログだったかな、あれはモデルガンで、サバゲーでモデルガンを撃つとその音に反応して本物の銃の音を鳴らすってアプリが紹介された。意外と楽ないって書いてありましたね。あ、まあそうですね、本物の認識としては割と簡単ですよね。ええ、
あ、いや、あの特に識別しないらしいです。喋ってもあの銃声が鳴るらしいんで。ああ、波検出したらっていうみたいですね。ある程度敷地上だったらかな。こんにちは。こんにちは。あれさ、なん鎌北港かなんかから。こんにちは。あ、こんにちは。鎌北港練習の人か、あの人。何ですかそれ。いや、あの鎌北港から急ですよね、確か。あ、そうなんですか、これ。こっちの方が楽かと思ってた。さっきコメントでもそう言ってたんで、多分そうじゃなかったかなと。お、わざわざ。練習なんでしょうね。あ、ちっちゃい。タッチが剥がれた。あ。ああ。ああ、ちょっとだけ風に当たってると涼しい。これちょっとした休憩の時にスタンドがあるとやっぱいいな。今日はもうつけてきてないけど。それが初めてだ。あとフリーランド、宇都宮の。でもすごいですね、この坂にいきなり普通にの、もう嫌です、登れてる。すごいこれ。そう、これ結構嫌になるんですよね、この道。あ、だいぶ白いですね。で、こんだけ狭いスポットだと取ったらすぐどかないと。順番に一緒に並んでます。スカイが来るじゃないですか、ジャパンカップ。はい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 。マラソンの人がライドウィズスカイの企画をやるかもしれないから。じゃあ募集しとかないとみたいな。そうですね、はい、あの宇都宮の森で、宇都宮なんかもうライドウィズいろは坂とかなったらどうするか。絶対嫌なんですけど。ペンギンだ。行かれないなら行かないといけない。そうですね、そうですね。そういう不純な動機なんですけど。いや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 。私は初めて登った峠というか坂道はよみうりランドでした。あ、なるほど。ママチャリでしたけど、あの心臓痛くて死ぬかと思いました。あれきついですよね。あ、北向き地蔵ってあれですね。なんかどこだ、北の方にあるなんとかをまっすぐ見てるお地蔵さんかなんかがあるっていう。これ来たの何年前だったかな。かける 1.3 する準備してるんですけど。かける 1.3、 じゃあ、7年前で。ってことは10年前か。確か割と新しいデジカメで撮ってたような気がするんだけどな。今日はベッドさんのトレーニングコースなのそれ。いや、僕も1回しか来たことない。でもまあ、うちの最寄りで、なんていうの、何キロでもコースが取れるっていう意味では、ここが一番便利だろうな。これ左に降りていくと、何駅だったっけな、あれは。あ、違うかな、ここは。あ、再来月、ブルベの1000キロってのがあるんで。うわぁ。来月は暇になるんで。どっかに合宿を張りたいと思って。でも1000キロとか天候とかによっては、無理ってこともありますよね、途中で。うん、というか夏に1000キロやったら絶対雨降りますよね。うん。3日間で晴れ晴れ晴れってことはないと思うね。いや、真面目にあの大御所駅前にウィークリーマンションないかと探すんですけど。え、あの1ヶ月だけ借りて練習するとかですか。1週間とか。おお。まさに合宿。大瀬までがめんどくさいんで。大瀬とか反応とかが。あの見る人が見たらすげえマゾヒスティックな。そうですよね。見る人がというか一般人が見たら、うん。なんかあんまりマジだっていうのをツイッターでこうつぶやって。感想しなかった時が恥ずかしい。ああ、あと無茶振りする人も増えるから、
いや、動画は必要以上に、必要以上に、本来以上になんかガチな人と思われてる節がある。ネタ振っていいと思われると危険ですよね。でもさ、これ1週間、通しで泊まって、こう峠が近い場所とかないですか？なんか、アースさんに言われたのは、どこだっけな、東北の花巻だっけな、花巻の大沢温泉自炊部っていうのがあって、ブタンですか、当時の人がそのそこに格安で泊まって、その、料理とかは全部こうガスとか自販機で買って、あ、これあれ、これさっき上、さっきの下からのさっきと同じ話なんですか、ですかね、その北の方にある何かをまっすぐ見てるお地蔵さんとかなんとか書いてあったような、そうですね、寄り道重要。こんな道から近かったっけ？岩州岩船地蔵庫。野州、八の州のあれと同じなのかな？野州と野州。ああ。いや、別ですかね。あ、そうそう、岩船。そうそうそう、岩船だ、岩船。岩船ってあれですよね。確か前調べたんですけど、どこだったっけな。あの、あれでしょう、あの、富岡とか行くあの電車の、に岩船って駅ありませんでしたっけね。新越線か。あの辺にですか。じゃなかったっけな。向かい合わせか、向かい合わせ、そうそう。だから反対側も見に行きたいなと思ったけど、遠いなと思って諦めた記憶が。あそこ仏心って書いてあるのが今昇進に見えた。ハートブレイクに見えた。400m。取りやすいように。うん。やってあったら下りでスコンと。マラソンには多い。あれなぜアノマロカリス？アノマロカリスですねこれ。そうそうそう。これ、うちの僕の友達が、作ってる、手作り商品みたいなやつですか。そうそうそう、あの出たてとかで、出してるものなんですよ。コミ、あのコミスタじゃねえや。コミケじゃなくて、ね、補給食となんか、あ、カロリーメイト、もう一個忘れちゃった。でもこんな瞬間的にちょっとだけテレビ出たらあまり知られてないですよね。大好きなの。アドマロカリス。なんか焼いたらエビの味がしそうなやつ。エビかな。なんかシャコとかエビ系ですよね。そうそう。なんか最初はでかいの作ってたんですけど、これぐらいの縫い状に作ってたんですけど、最近このストラップタイプを出して、非常に持ちやすい。でかいのたまに背負ってるよ。そうそうそう。非常に持ち運びがしやすくなってこの系統だと千住ナマコとかの変なのいっぱいいますよね。千住ナマコは今いるやつか。多分お気に入りがあれば作ってくれるかもしれない。あ、ちゃんとあのなんていうんだろう、くちばしじゃなくて口の部分がポケットボタンになってる。おお。ハドナさん、お気に大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあ後ろから走ってる人もいるんだな。練習にはいいんじゃない。こんにちは。今日は走る方はどちらかというと暑さはきついですよね、自転車風を受けるけど。だから今日なんかすごくいい日ですよね。トレーランの人そうだな。ヨジナ、そのサインは誰なんですか。背中これアダシロ。あ、そうなんだ。あ、そうだそうだ。じゃあ去年のジャパンハップ、このちっちゃいやつですか。ちっちゃいサイン、片くらいの、ええ、あのたまたまこう本線完成したら歩いてきたんですよ。
出場してなかったから去年は。あそこの最後の方に坂の道の方歩いてきてそこを捕まえてサインしました。そのちょっと、ちょっと、ちょっと、ん？あれ29インチですか？ん？ん？あれ、あれ何インチ幅？いや、2.3とか2.2。なんかファットタイヤみたいな感じでしたね。あの砂浜走れそうなやつ。フィリップさん。あれじゃないですよね。サーディーの新しいやつじゃないんですよね。ツーナイナーでめちゃくちゃ太いやつがあるんですけど。ドロップだったよ。ひどく、じゃあ、クエンセナイナー。よいしょ。おお、結構あるな。おじさんつうか、なんか普通の人がこういう自転車乗って走ってたよ。びっくりしたもん。いや、最近ね、売ってる、この間、あの横浜のワイズにも売ってたから、ファットバイクって。あ、最近認知され始めたんだ、こういう自転車と思って。あれって変装びっくりしたのが昨日、あの追い越し車線の自転車が逆走してたことです。うわぁ。もうびっくりした。なんだこいつ。追い越しってことは真ん中あたりよってことですか？真ん中を走る。あの、ちょうど真ん中に、あの、車線仕切る。ああ。怖い。どういうことなんだろう。ほんと涼しいなぁ。どっから入ってきたんだと思って。天気的には昨日の方がいいのかなと思ったけど今日はすごいですね。ベッドさんああいうのいいんじゃないの？どういう意味で？練習的に？ああれ大リーグ強制義務的にと。そうそういや十分ここにいっぱい積んでるんで。はい、はい、はい、すいません。いや。もうまたいい切り通し。前来た時もなんか猛暑の日で、それでもこの森の中入ればまあ割と風が気持ちいいので、この道は好きです僕は。楽しいですよね。練習してまた半年後に来た時にどう感じるか。体作ってからまた。車。はい。どうですか、新しい登りでバイクの登りって。まだ立ち漕ぎに本格的にできないですね。前はあんなに立ち漕いでたのに。そうですよね、ずっと立ち漕ぎで登ってるイメージありましたね。あの感覚にまだ戻れないんですよ。でもだいぶ立ち漕ぎはしやすくなりました。仕事の時とかやっぱ平均速度遅かったからみたいな話じゃないですかね。僕と一緒だったし、速度がシビトンケの時だいぶこう僕と一緒だったからだいぶ遅かったんで。いや、あのそうあれって混ぜるまでもなかったんで。いや、あの私の前の立ち漕ぎはとにかく座ってるとちょっとした傾斜でもきついってレベルだったんですよ。でえらくゆっくり立ち漕ぎしてた、ゆっくりの回転で立ち漕ぎしてたんですよ。その感覚はまだ戻ってこない。自転車が新しいからその程度だと立ち漕ぎしないでいいとか。あ、まあ、あとはクロスバイクでシッティングに少し慣れてきたっていうのはあるかもしれないですね。シッティングっていうほどじゃないけど
思いっきり軽くして回し続ける、はいはいはい、前足こぎばっかりしてた頃はめったに一番下のギアとか使わなかったんですよ。それが今や、まあクロスバイクはもともとマウンテンバイクよりは重めですからね、小ぶり峠どこだったんだ。あれ、皆さんが来ない。車。こんにちは。しまった、挨拶で遅れを取るとは。なんかあったな、湯がて。プラシアがないけど、秩父線ですかね。秩父鉄道ね。いや、秩父鉄道は確か秩父駅まで行った先じゃないですかね。 あっちまでは池袋線かなんかで、あれ違うか、あれ西武秩父線ってのありますよね。西武秩父線はあれ西武秩父までですね。あ、まででしたっけ。そうからじゃなくて、あ、向こうは、どっちとも言えますけど、向こうは秩父鉄か。池袋から西武秩父までですね。で、向こうはそれとは別の秩父鉄道ですね。あれ、どっから先が西武秩父線なんだっけ。まあ、なんか一体上ですからね、もう乗り入れちゃったから。じゃあ、じゃあ、なんかさっき下りが多いというか妙に楽になったな。上りもなんかそれほどきついとこないし。あ、アゼスさん多分さっきの話からすると練習なんだな、あれは。
あれ。あれ、丸大さん一体どこへ。先ですかね。序盤に比べるとだいぶ楽になりましたね。下りも多いし、最初にこの尾根沿いまでぐっと登って、あと尾根沿いにゆっくり登っていく感じなんですよね。登ったり下ったりで、途中にある峠は全部この左右から登ってきて降りる峠なんで、今日越える峠10ぐらいあるはずです。尾根沿いに行くと、そのずっと登りながら、途中にそのこう越える道に交差しながら峠がいっぱいあるっていう。前来た時は1日で11個の峠を制覇して、そんなに登り下りじゃないんですけどね。多分日本一ってぐらいここが一番峠の数が出てますですね。あ、そう、知り合いの知り合いで、島田さん経由の知り合いで、2000峠超えてる人いますからね。峠おやじさんって人がいて。お、これは白ひげ神社とかそういうやつかな。この花は見たことあるな、なんだっけな。よく見たらこの岩って完全自然なんですかね。途中になんか不自然なとこありますけど。ん？これは？あ、補修ですかね、あれ。自然に割れたのが神秘的だってことで祀られたけど、その後は補修じゃないですか。なんかロッククライミングできそうな足場みたいになってますね。なんであんなタイルっぽくなってんだろう。あれ、これタイルじゃなくて石が埋めてあるとかかな、違うかな。あ、やっぱ埋めてある。これひびを埋めてあるんですね。ひびにいっぱい石を詰めて間をコンクリで流し込んで、これ石詰め物ですね多分。あ、でも見事にこれぞに登っていけそう。あ、モンベルって書いてある。違う。今本当に天文岩ですね、これ。名前が天文岩。10年前ですね。あれ13年前でしたか、10年前でした。いや、書いてある。いや、ですねって言ったから、ね、前。あ、いや、言われるとなんとなく思い出すって感じです。で、あれが天文なんだっけ。天文領神。いや、ここ来たのはそんなに前じゃないです。いや、でもその一番古いのより新しいってだけで、これ多分ひび補修だと思います。でっかいひびを。あ、なるほど。埋めてあるんだと思うんですよ多分。いや、間の石も詰め物で。うん？あ、そう、そうでもない。あ、そう、ゴブロちゃん取れてるかな。よし。
おお。すごい崖になってる。よっと。よいしょ。どうにかして自転車をこっちに置いて、あそこになんか電車で通うとか。それだったら車に乗る。いや、駅の駐輪場とか、田舎の方だったらもう駐輪場使い放題だから。あ、そこでも盗まれる危険性か。よどし置いてたら。じゃああれか。合宿用自転車。なるほど。いろいろ考えますね。いろんな方向を。盗まれてもいいやつか、あれ盗まれてもあの場所分かるようなやつか。フレームの中にあの iPhone とか仕込んでおいて、あとバッテリーも。そういうかダミー人形を寝袋に入れて隣に置いといたらいいんじゃないですかね。そのダミー人形が10万ぐらいした。あのしっかりした。なんかネタで稼ぎ出してる。1週間盗まれなかったら10万円みたいな。あ、それかあのそれを配信したら。あの大王グソクムシ放送みたいに全く変化のない自転車がずっと、ええ、で泥棒が来たら大喝采で、しかも昼間は走ってんだから夜中は走ってんだ。こんにちは。あ、丸大さんのあのヘルメットの上の様子見たら、私のこれもサングラスちょっと上げてるぐらいに見えませんかね。透明にはバッテリーがこれ充電でかけ、あ、そうか、ヘルメットに乗せる手もあるな。ケーブルをこう下かなんかに見立てて、あ、植物っぽい感じで。なんすかそれ。いやいや分かんなかった。ここに葉っぱつけてるのはやっぱり別物の。ああ、あの角ついてたら中隊長みたいな感じで。まあ峠の表示見えてこないな。200キロのスーパーアタックってかなり関東が難しい。あ、なんか小ぶり峠で昼飯ちょうどいい時間になってきましたね。11時過ぎたらもうセーフな気がする。新しい自転車はどうですか？
今のところやっぱフロントサスがあるといろいろ楽なのはありますね。ただ昔フロントサスあるときに立ちこぎばっかりしてた、あの感覚に戻れなくて。あの1個前のバイク、黒い、あ、黒いやつはまだあります。出番がない。そうです、ペダル外した状態で、あの玄関先に置いてあるんですけどね。あれもいい加減なんか袋入れるなりなんなりしないと傷んでしまう。こんにちは。エンコードとしてそのまま、ね、あれ MPEG-2 に一旦エンコードしてから解像度も一段階落としてるんですよ。あ、そうなんです。すげえ綺麗ですよね。なんかいや、あれもっと本当は綺麗なんです。とにかくエンコード早いから MPEG-2 に一旦編集して MPEG-2 にして、でその後 YouTube 側でもう一遍エンコードかかってます。なんか今ここみたいなのと合成っていうか、ええ、あれ編集して重ね合わせて、でそこで MPEG-4 にしたらもうちょっとあの YouTube で再エンコードするときに綺麗になるらしいんですけど、今はマシンが遅いんでエンコードが早い MPEG-2 で1回1キロでかかります。今もあの先々週の分を昨日の夜エンコードスタートして今朝終わってました。あの1日の分の4分の1が実時間よりかかります。峠のようなこれは行政区界沿いを走ってますね。区界の上をまさに尾根道。どちらかに滑落するかで、どっちの救急車が来るか変わるわけです、ね。小振峠まで 2.7 キロ。もうちょいやるな。どのぐらいですかね。小振峠まで 2.7 キロって今書いてありました。でも標高差そんなにないはずだからゆっくり上り下りですかね。上りの1キロの減らなさってありますね。ありますね。さっき1キロって言ったのにまだ最近大だるみ峠があの残り距離数字がやたら細かく書いてあって嫌なんです。下手したら100メートル単位で並んでるんですよ。大だるみってあの高い方、高い方です。大だるみが低い方の東京神奈川県境甲州街道ですね。あれって上の方まだなんか砂利っていうか、ええ、長野川は砂利です。最近下ってないから実際には見てないですけど、あの動画で確かロードバイクで登るか下るかしてる人がいて、そりゃ無茶だろうって思いましたけどね。暑いで降りない。今まで走ったので一番がれてたとこです、あそこ。あそこを降りて川上系を見に来たみたい。川上はいいですよね。結局私はあそこ4回ぐらい行ってんのかな。ネローさんと一緒に行った時と、一人で夏に配信しながら行った時と、あと昔にあったな。
写真しばらく撮ってないな。特に過去走ったことあるとこだとなかなか写真撮る気にならない。自然に写真撮ろうという感じがない。ちょっとすりむいたというか引っかいた傷があるんですね、左手。そうですね、こっち側がなんだかよくわかんない。どうやってやったのかわかんないですけど、なんかちょっと熊に引っかかれたっぽい感じが。その到着地の峠が最長なんですか、高さ的には。これからすぐ先のやつですか。はい、あ、いやいや、あ、まだ、上り上り下り上り上り下りって感じです。あ、なるほど。本当に峠って名前がすごいいっぱいあるんで、この先全然当てにならないです。先ってのは一番上じゃないんですか。 2.7 キロ先はまだのはずです。上りかばさか峠っていうのが、まだ上ります。標高1000いくつまで行くんだったかな。こんにちは。あれ今事故じゃないよな。曲がるわけじゃない。こっちでいいです。あっちは確か何湖だったかな、なんかやっぱり池に降りるんですよ。滝か。こんにちは。なんとかの滝っていうのがあって、あ、ちょっとした観光地。何の滝だったかな。こんにちは。前あっちに下って結構登り返して戻ってきた覚えがある。こんにちは。おお、やってるな今日。こんにちは。下るな。あと自転車本当多いな。じゃあ、砂危ない、砂危ない。
はい。はい。次の P、あれ見えない。どこ？マルダイさん行っちゃったよ。うん、お。今の色は8かな。どこかね、止まるの。どっかいいとこありますか。まあ止まるんだったら見通しというか、あ、まっすぐのところの方がいいかな。向こう見えなくなるかな、これだと。マスタング方式ですか。マスタング方式ですか。もう畑野さんのとこまで登って戻って、もう一回登ってくる。なんかはっきりしたピークらしいものがないですね、なかなか。うん、なんとか神社って元がありそうですね。うん、あ、じゃあそこで。うん、神社。なんか鳥居が書いてある。あ、本当だ。私の方には万字が書いてありますね。最寄りは万字が見えます。あ、あ、いいじゃん。なんか看板ありますね。じゃあ丸田さん好きなだけ走って戻ってきてもらうってことで。いや、あの白石降りて登ってこいと指示してあるので。おう。やると思いますよ。あんた白石20分だよ。白石20分ってどんぐらいなんだっけ。安住幹線。そう、新さん今日なんか汗がかなりすごいですね。え、汗がかなり垂れてましたね。さっきあの休憩してる時。ってことはやっぱり水はそれなり補給も多く必要なんですかね。意外と熱中症になります。汗かいて登れないか、体が暖かくなって動くようになるかな、どっちかなんですか。全くダメな日はこれでペースも上がらないっていう。そうそう、日によって分かんないですよね、調子がいいかどうか。走ってみてまで。な、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 同時に片方バランス崩し、今何が起きたのかと思った。2人同時になんか。Z さんはクリートが外れなくて、ヨシさんは iPhone。 でも私もこれ散々コンクリートの、あ、コンクリートのアスファルトに何10回以上落としてますよ。この1ミリぐらい出てんのがやっぱり、ね、全然違いますね。ただ運悪く石がここにあったら多分行っちゃうと思うんですけどね。でも本当にびっくりするぐらい何度も落としてます。あの胸ポケットに入れてるとよく落とすのと、あと何だったかな、結構あのこうやってこう持とうとしたりするとフッといったりしますから。あのクルクルクルシュポみたいなイメージで、そう、取り出すときにやっちゃうんですよ、うん、こうかっこよく取り出そうとしたらスパーンといって、うん、結構地面にあのタパーンと落ちたりするんですよね。出っ張りがあったら本当やばいです。でも本当頑丈ですよね、このガラス、うん、全く傷がつかない。ゴリラガラスとかいうやつだでしたっけ、ね、これ。そうですね。さて電波まだ来てんのかな。あ、本当だ。電波は来てないかな。そんなにまた意外と近かったですね。すぐでしたね。じゃあまたちょい聞き受け。分岐のところでどっちだか分からなくなって。おお。あの友人のところ。おじさんが4人ぐらいいたんで話聞いたら、あっちに降りるの何の滝でしたっけ、あっちにあるのは、うん、なんとかの滝っていうのがあるんですよ、あっち。その人たちが来た方向には行かな、来てないって言ったから。あ、聞いてきたんですか。そう、一応聞いて、こっちから来てないませんでしたから。少しだと自分がいるんで多分分かると思います。電波来てないな。ここないですよ。
フォーマー着てないですよね。本当にエリア地図だとこの辺ほぼないんで。小ぶりのところ多分あるんじゃないかと思うんですけどね。あります？丸谷さんは先行っちゃったの。もう勝手になってきた。もう何本でもやって。どっか降りて登って帰って。何本でもどうぞって感じ。あ、本当はジャックで来てる。全然足らないだろうしね。ジャックで来てるけどツイートが取れない。ツイートができるかどうかは分かんないです。一応電波は来てましたよ。私たち今弱って出てました。下りでスピード出すとこれがプラプラするんですよね。もう剥がれちゃう。肘から剥がれていきそう。汗で。一回流してあれかもしれない。トータルアセント644メートルが3分の1も来てるんですよね。それジャージとあの自転車も走りの人もそうですけどピンクの人多いですね。結構よく見かける。まあ柄としてこれはまだ見てないけど、他にはこの系統は痛い系統は。スポーツする格好はこれしかないっていう。おかしいよ、それは。まあ、何でも使えますが。まあ、服は服ですからね。ダメでも、映さないとかで努力はもうできない、この時点で。もうこれ、編集ではどうしようもない。下界は今日酷暑だっていうイメージでいるとだいぶ気が楽。そうですね。優越感に浸れますね。あ、そう。確かまだ朝の充実野菜が。そういや今日はあの朝駅で買って電車の中で食ってきた夏のトマトカレーパンなんですが、カレー風味のジャムパンでしたよ。は？甘酸っぱいんです基本的に。へー。あのカレーパンという先入観を持って食うとかなりやばいです。じゃあの全く別の何かと思って、カレー風味ぐらいに書いといてくれないと困るよ、ね、中がですね、あの少し半透明かかったペーストなんですよ。でカレー味はそんなに強くない。まあ、といってトマトでもない。半透明で粘性があるカレー味の液体はカレーだっていうことなんじゃないですか。今日朝はあれしかね、八方線に待たされたんで、ロボ八王子でロボさんおすすめのうどん食べてきましたけど、あれ7時からなんですよね、開くの。私は通過するときはまだ開いてなかったです。乗り遅れたんで横浜線を。で、私おすすめなんでしたっけ、あれ。あのなんかで普通の、あの硬いやつですか。そう武蔵野うどんだったかな、あれ。あの校内にあって、あの温かいつけ汁に、あ、硬いやつですよね。あれ結構好きなんですよね。なんですっけ、あのあそこから帰ってきた時じゃなかったかな、なんだっけ、コモア塩つだっけ。あの帰りかなんかに臨行した時かなんか。コモアも面白かったな。羽田野さんとつって帰ったら後から俺が現れるっていう。あの日本当、あの時入れ違いでしたっけ。入れ違いです。ん、あの日は本当やばかった。気温がですか。うん、あれ和田峠行った帰りじゃん。そう和田峠登って歩いて見たら歩いて登ったんでしょ。
ほぼね、半分ぐらい歩いて。そしたら、ロボさんの今そこが、だいたい直近距離で10分ぐらいに出てて、近いじゃんと思って。全然違ってない、違ってない。登ったら降りて。そう、あの日、コマーシュースのエレベーターのところで沈みましたね、ちょっと。あ、なんか踏んでるみたいなことがタイトル書いてあったから、なんかの踏んかこれ、待ってようかと思ったら全然書いてなかった。向こう行こうと思って。あの日通った道も帰り、あのどっかの駅まで結構すごい坂でしたよね。ん、あの日に何駅でしたっけ、あれ輪行したのって。輪行は何駅からやったんだったかな。夕日を見えるとこ行きましたよね。時間うまい具合に合わせて。富士のあたりですかね。富士の、うん。あの、なんか手紙のオブジェが、そうそうそう、山にあるやつ。山からのなんとかとかいう。うん。あの辺走ってみました。いろんなオブジェがあると。そう、結構いっぱいあるみたいなんですよね。あの、四角、直方体いっぱい組み合わせた、あの雲と雨みたいなオブジェがあって、あれがなんかあの逆光で撮るとすげえかっこいいんですよ。あのそこのところが四角い、あの空間の穴みたいに見えて。結構雨ざらしでその辺にポンポン置いてありますよね。ですね、こっちは。でも一番気になったのは死体長く、ん、死体長く学院、学院っていうのがあるんですか、そう。あの辺のそのオブジェの道を走っていくと学校がある。シュタイナー学園って書いてある学校は。シュタイナー、ドイツ系。ドイツ系。なんかそういう教育の仕方らしいですよ。もちろんマビオンも提供してないので、そのツールでガリ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 その連続ダウンロードしてコンシートを作るっていうソフトがある。うん、はい、で、これか、あと国立地理のあれ、地形図を使えるんで、うん、山とかだと国立地理の地図だともうあと何メートルの方だと見えるから。エッジだとどんな感じに見えるんでしたっけ。まあ一緒ですよ、画面の大きさがちょっと。ああ、そっか、線の描き方が随分違うな。うん、うん。行きますか。行きますか。エッジ2個なんですかこれ。そうです、電池が大変。なぜ2個なんでしたっけ。いや、あの地図サイコン的に使ってるので。ああ、と地図と、はい、僕は2になったらちょっと緩めて 14.8 になったら頑張るっていう、ね、そんな狭い幅でやってるんですか。データが大事、計算する。そこから外れると爆発するから。いやいやいや、滑り込みは計算づくなんですね。いやだってああやんないと僕バテるからね。あのどうしてもああなっちゃうとこの人と走ってると結構無理なペースじゃなくて使いにくいっていうのを一人でもできるようになりたいですよね。あができるようになるのがそれと。まあただ去年からなんか走るののうち8割方ブルベみたいになっちゃったんで、もうなんかどこ走ってもブルベペースになっちゃって、これこのペースが自分のペースになっちゃってあんまり良くない。良くないですか。荒川とかだったらもっと飛ばせるのにみたいなのも思わなくはないけど、やっぱり600キロ持たすためのペースなんで、こう頑張ってないわけですよね。あ、今日これやってるんですかね。みたいですね、これ、ね、奥武蔵ウルトラマラソン、うん、そうか、みんなあれ練習じゃないんだ、本番なんだ今日。わかんない、でもゼッケンとかしてないから。あ、そうですね。あ、28日だから来週か、練習だやっぱ。あ、ダメだ。よいしょ。4月21日。来週でしたね。ってことは、今走ってるのは思想なんですか？ですね。わっと。今、前輪浮いた。後部にまであと少しのはずだけどな。結構前に 2.7 キロって書いてあったから、あと1キロないぐらいだと思うんだけどな。でもこの辺集落だから、ええ、ありそうですよね、店が。もうすぐですかね。
音的にそうですね。ネロさんのところもすごそうじゃないですか。九州。ネロさんなんかさっきコメントで、長崎で飛行機待ちとかなんとか。あ、もう帰ってくるんですか。言ってたような。いつまでいるんだろうと思ってたんですけど向こうに。もうってもう一週間行ってるってことだよね。そういつの間にか一週間経ってた。ちょっと早い夏休みなのかな。じゃあないですかね。まるまる一週間。バイクかな。変なアナウンスが鳴ったな。残り3分くらいですって言われました。たまになんか再接続に成功しましたとかいろいろ喋るんですよ。放送してない時でもツール立ち上げとくと。まだ小ぶり峠見えないな、地図上で。こんにちは。昼間から日暮らし泣いてくれたら涼しげなんですけどね。あ、デートさんのかかとですよね。右左かかと。あ、そうだ、本当だ。食べろと。あ、本当になんか岩木浩一みたいな。Oh.
1時からもう3時間以上経ったのか。うん、あれ峠どこだっけ。もう軽く昼ご飯ですね、うん、あとはそば、うどんそば系かパスタ系かですかね。ああ、あるんでしたっけ、カブリトが。確かお茶屋さんみたいなのが何軒かと、ちょっと離れたところにあのパスタ屋さんでしたよね。パスタ屋さん確かこのすぐそこじゃなかったかな。あ、近い方でしたっけ。なんかあれっすね、カブリ、あ、違ったっけ。前来た時は看板あったんだけど、今ないな、うん。カブリ峠行く前がちょっと直通ですよね。でしたっけ。ここの辺りじゃなかったですかね。この先のつづら折れてるとこですかね。あれもうつづら折り始めてる。この先だ。ベアリングがどうこうって話ではない。これですね。マラソンの登りが多いな。これ右です。第一エスケープポイントが。でもなんか峠の名前が地図上に出なくて、おかしいな。あれあそこか峠。あ、やっぱりこれか。この先の昨年通りを直線左ですか。これがこの辺りで一番新しい店かな。どうだ、僕ここに店があるんだと思って。あ、なるほど。看板がそういくつかあって。あのベラビスタってとこは、あのテラスが空いてたらすごくいい感じの景色ですよ。
ん？ベラビスタ。こんにちは。この P はパーキングの P かな。このフォントは珍しいですね。パーキングで普通はサンセリフとかなのに、あれサンセリフじゃない、なんて言うんだろう、一番単純な形。このカフェ新しいな。確か前来たことない。来たことない。来た時にはなかった。車。カフェか。あれもう着いたかな。あ、着いた着いた。これはマラソンの人たちの車ですかね。思想マラソン。うん。こんな多いところだと初めて見てわかんない。いやー、こんな車あんまりいないと思いますけど、いや記憶にないですね。これがカーブリ峠、コーブリ峠？お茶屋さんが3つあるのかな、2つあるのかな、もっとあるのか。そうそう、ここもあるな。とりあえずここで。これがこっちの火があのシリーズで全部通してあるやつですね。これ全部統一でありますよ、ね。ええ。騎兵に吉野ブナ峠もある。で、この辺でうどんそばにするか、もうちょっと先のさっきのあの看板があったパスタ屋さんにするか。今どちらでも。時間的にはあと30分ぐらいですね。うん、あ、12時まで。ベラビスタ。ベラビスタ。あそこはなんかあのちょっと炒めパスタっぽくて私は好きだったんですよ。じゃあもう。じゃあ行っていいですかね。いや、そっちの方には多分なかったと思うんで。じゃあ、特有用の。ええ。私もなんか買っとくかな。峠価格だったんだ、ここ。
コーラルなのに半分こ飲みます。お、コーラ。山側が暖かくですね。あ、富士山は5合目はまだ普通の価格でしたっけ？やったような。5合目も300円とか。じゃあ5合目高かったね。でしたっけ？あの下の駐車場あるじゃないですか。何ですか？何駐車場ですか？あの分岐して。そうそう、分岐する手前のところにある御殿場側の駐車場。あそこで同じぐらいです。でしたっけ？ 2合目ぐらい。5合目そんな高かったでしたっけ？5合目もっと高い。あの富士山スカイラインの方ですよね、あの御殿場から行ったのは。そうそう。富士中学はないから牛乳は買えない。うーん、富士山で、これはできるだけ冷たさを保持するために、タオルにくるんときます。こうすれば荷物も濡れないし。ウエストパックの中の PC が今結構熱持って熱いな。うん、昼ご飯食べる時には一旦これ録画止めるんで、後で本体直結するかな。行くわ。かき氷だ。ん？こっちはやってないのか今。ってことは店は。ん？これ全部一緒の店なのかな。いや、コウブリ茶屋とヘイクロー茶屋だから2つか。ん？ツイートできたのか。何言うんだこれ。何かを燃やすような。
今ちょっと意図的にあのカメラを静止させようとして見てます。ちょっとの定点カメラっぽく今止まってました。ちゃんとサイクリストは自転車の向きを右向き。そう、普通にやったら逆向きになるのに。どっちが正しいのか難しいところです。我々は左に行くじゃん、自転車どっちに降りるかですかね。左に普通降りますよね、が多いですよね。あ、でもあのグルメの人とかで、ええ、その疲労をとにかく蓄積させないために分散させて両方で降りるって人はいますか、ね。私多分右に降りれない。僕も降りれない。あのあれは信号待ちとかで左外して左ばっかり走っていると横では走る。これがもう膝とか負担になってくるから。右にも降りようとするとどうなるんだろう。右にこうついた上で足をこうやって降りるんだから、あ、できなくはないな。できなくはないけどものすごく怖い。練習すればすぐできるんだろう。いいよっと、あっちにも蕎麦屋さんあるか。でもベロビスタ混んでたら まずいですね。まあちょっと早いから大丈夫かな。ただ今日はなんか練習の人がいっぱいいるからやや不安ですね。ダメだったら戻らなきゃ、戻らなきゃいけない。え、こんなに登るやつは下るんですか。場所、いや、すぐだったと思いますよ。まあ十何年か前の記憶が確かならば、10年経ってないと思うんだけどな。割とあのホームページ更新してた頃の中盤か後ろの方だったと思うんで、2009年、いや違う、2010何年か前の実績をもとに、いや我々もこれでなり今日は行けるだろうって言うと危ない。十何年前のギラギラしてた私が。確かにね、文体は若い。あの昔書いてた内容を見るとあれって思うことありますね。観光地化されてるからダメだみたいな書き方してたり。あの渋峠のこととかそう書いてます。これ？多分看板あると思います。まあ車みんなあそこに止めるから大丈夫じゃないかな。え？さっきの店ですか？よっ。よっと。ああ、車がどれだけ来てるかまだ分かんないな、これだと。いや、あの、これで混んでたら嫌だなと思って。あ、じゃあ。お。これ自転車一人でいいだろ。まずは。なんか立てかけられそうなとこないな。下まで降りますか。よっ、よっとっとっと、よいしょ。開いてる開いてる。
はい、よいしょ。さてと、じゃあ一旦ここで録画止めます。食事はスライドショーの写真で、あと続きまた録画します。じゃあここでストップ。